こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ギャロップジハード、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ケアレススカイ前に行きそうです。ギャロップジハード、それに続いています。さらにはカワチシェル、5番ストーミーキッド、その後ろワイルドシャルマン、後方から先頭に戻りましょう。先手を取ったのはケアレススカイ、2番手に3番カワチシェル、オレンジの帽子、ギャロップジハード、その後ろ。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。先頭に戻りましょう。ケアレススカイ先手を取りました。好位置をキープしています。カワチシェル、これに続いてストーミーキッド、その外にブラックフォルテ、並んで12番ギャロップディバイン、ダホス、この馬もこのグループ、クリアパーク、すぐ後ろ、並んで9番サンセットキャット。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでギャロップジハード先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。カワチシェル、ギャロップジハード2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。カワチシェル先頭、あと 200m、 カワチシェル先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。ダホス迫る、やはり強い。カワチシェル、カワチシェル、カワチシェル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カワチシェル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはシャトーウォン、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくシャトーウォン行きました。続いて前へ行くのはアジーナ、さらにはマルタズウッドマン、9番グレートエンブレム、その後ろテュズラ、後方に控えました。前に戻りましょう。先手を取ったのはシャトーウォン、その外からマルタズウッドマン、並んで4番シャープキャット、サークルボールド、この馬もこのグループ、すぐ後ろにアジーナ、赤の帽子、ファストフレンド、いい位置につけました。緑の帽子、マッハクリスマス、その後ろパーシャンエアー、すぐ後ろ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。サークルボールド、2番手はシャトーウォン、マルタズウッドマン、3番手ファストフレンド、いい位置です。さあここからどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はサークルボールド、その隣からはマルタズウッドマン、アジーナ続いています。内からはシャトーウォン、その外からはグレートエンブレム、離れてパーシャンエアー、内からはダイヤモンドキャスト。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はアジーナ、アジーナ先頭、残り 100m、 アジーナ粘る、パーシャンエア迫る、一気にクズラ、アジーナわずかにパーシャンエア体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さて何が行くのでしょうか。ワイルドラッシュ前に行きそうです。シルバーチャーム、それに続いています。さらにはエイコンマーチン、1番ワンダフルバーリン、その後ろラッキーポート、後方に控えました。それでは先頭からこの辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはワンダフルバーリン、エイコンマーチン、すぐ後ろその後ろにワイルドラッシュ、並んで13番シルバーチャーム、内からはシリウスバトラー、その外からデーレンズ、内からはフリーシャルマン、ジェントルメン、それに続いています。内からはマレック、並んで3番ブロードカード、その外にハイフレンドエクセル、MI ブラン、この位置です。すぐ後ろにパルテール、ギャロップキャスト、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はグランプリテル、ワンダフルバーリン、ほとんど差がありません。エイコンマーチン、3番手 MI ブラン、この位置から届くのかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はグランプリテル、デーレンズ、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったシルバーチャーム、残り 200m、 先頭はシルバーチャーム、デーレンズ必死に追いすがります。シルバーチャーム先頭、デーレンズ食らいつく、シルバーチャーム1着、シルバーチャーム1着、2着にはどうやらデーレンズ、勝ったのはシルバーチャーム、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サーガベリー、これはいいスタートを切りました。アロハメール、この馬も好スタートを切りました。ヒートアレグロ、前に行きそうです。サーガベリー、それに続いています。さらにはサンフォードディガー、7番アロハメール、その後ろ。それでは先頭からアロハメール、先手を取りました。その外からサーガベリー、その外にキーバーゴルフローズ、その外からヒートアレグロ、内からはソリッドオール、その外からパーシャンクライ、その外にサーストングウェイ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はブラックホーク、残り 200m、 先頭はブラックホーク、サンフォードディガー必死に追いすがります。サンフォードディガー追いすがります。ブラックホーク、もう一伸び、ブラックホーク、ゴールイン、ブラックホーク1着、2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ブラックホーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。ピア・シャルマン、前に行きそうです。レジェンド・セイント、それに続いています。さらにはザライーカ、14番ライトフルーブ、その後ろ。後方に控えたのがタラスコン、もう一度先頭から。
先手を取ったのはレジェンドセイント、アルボラーダ、そのうちに続いています。その外にライトフルーブ、ピアシャルマン、そのうちに続いています。その隣にザライーカ、シーズレジェンド、すぐ後ろ赤の帽子、ラケットトレジャー、その後ろ、その隣にペルシアンドーム、内からはシネマメッセージ、黄色の帽子、ジャスミンネイル、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはアルボラーダ、すぐ後ろにレジェンドセイント並んで、2番シーズレジェンド、ブルーブラッド、この馬もこのグループ、ラケットトレジャー、すぐ後ろ、その外にシュアシップ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として3番アルボラーダ、シーズレジェンド、ほとんど差がありません。エアデジャブー、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアルボラーダ、その外からはレジェンドセイント、ブルーブラッド、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はレジェンドセイント、レジェンドセイント先頭。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。レジェンドセイント先頭、1馬身から2馬身のリード。残り 200m、 レジェンドセイント先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ピアーシャルマン差し切った。2番手はアルボラーダ、ピアーシャルマン1着、ピアーシャルマン1着、2着はエアデジャブー。勝ったのはピアーシャルマン、見事な勝利です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大気シャーロック、4スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ブライアンズロマン前に行きそうです。大気シャーロック、それに続いています。さらにはバブルミズーリ、14番グラウンチャンス、その後ろ。後方に控えたのが山の成功。もう一度先頭から大気シャーロック、先手を取りました。橋の太夫、すぐ後ろ、その外にノーブルライツ。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。もう一度先頭から見ていきましょう。大気シャーロック、先手を取りました。その後ろに橋の太夫、さらにはブライアンズロマン、アブクバポーロ、後位をキープ。その隣にバブルミズーリ、その横にデュークグランプリ、ノーブルライツ、この馬もこのグループ。その後ろからはマッハタバスコ、ロックブライト、すぐ後ろ。オレンジの帽子、月福王、その後ろ。すぐ隣にグラウンチャンス、内からはサザンウィッシュ。さらにはリバーセキトバ、しんがりから山の成功。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前は大気シャーロック、橋の太夫、ほとんど差がありません。ブライアンズロマン3番手、さあアブクマポーロ、前を捕まえられるかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は大気シャーロック、ここで先頭はアブクマポーロ、アブクマポーロ先頭。2番手は大気シャーロック、あと 200m、 アブクマポーロ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手は大気シャーロック、アブクマポーロ1着、アブクマポーロ完勝、アブクマポーロ1着、2着は大気シャーロック。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはアブクマポーロ。
さあ直線に入りました。これからの勝負。ここで先頭はカワチウォール、カワチウォール先頭。2番手はハイフレンドピュア、懸命に追いすがります。やはりカワチウォール先頭だ。あと 200m、 カワチウォール先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はハイフレンドピュア、完璧です。圧倒的な強さを見せました。カワチウォール1着、2着はハイフレンドピュア、1番人気に応えました。カワチウォール見事です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭は進行フォレスト、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はワシントンカラー、進行フォレスト。この馬で決まりか。進行フォレスト1着、進行フォレスト完勝。進行フォレスト1着、2着はワシントンカラー、進行フォレスト見事1番人気に応えました。